本日はだね、今度の文化祭のだな、作品を出品するためにだね、今日は特別に書いてもらいたいものがある。でね、はい。はい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 。ちょっと待ってたわよ。ここはストリップ劇場じゃないんだから。はい。フィーはいらないよ。映画大好きで。でもそうだろ、はい。今日はね、特別にあの彼女にこれちょっと脱いでもらっていいかな。あうわー。これやめなさいよ、これは。ね、はい、ゴルフやってんじゃないんだから。映画大好きで。そうだろ、じゃあちょっと脱いでいただきましょうかね。うんうんうん。ちょっと、はい、ちらっと、はい。うわぁ。待って、なんだよ、君は。うわぁ。幕ですか。そうそうそう、いやいや、こういう感じになって、こうほら、後ろ髪のと綺麗な感じだろ。うん、いや、もう少し腰が見えた方がいいんですかね、腰のラインがこう。いいんだよ、いいんだよ、なんて、腰のラインを描くんじゃなくて、このラインを描いてもらうんだ。ケチペタは見えないってことだから。ケチペタってなんだよ、ね、ケチペタは見えなくたっていいんだよ。あ、そうですか。そう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 。こうなんすか。じゃあみんなもいいね。はい、それで描いていく。はい。おぉ、あれ、そうですか。うん、こうやってるね。うんうん。うん、こういう感じになって。ダメだよ、席立っちゃう。いや、よく見ようと思って、観察して、前の方がどうなってるのか分かんないもんで。前はいいんだよ。後ろは海で。前はちっちゃい。ね。だから、後ろだけ書いてもらえばいいんだから。あ、後ろですか、今回は。席立たないように。はい、はい、はい。はいはい、あ、なるほどね、うん、あ、いけねえ、消しゴム落としちゃったよ。消しゴム落としちゃった。消しゴムなんで通信をちょっと削りたいんですけど。あ、いいよ、ここに使ってくれ。はい、うん、鉛筆削りね。そう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 、なかなかね。あ、いけねえ、鉛筆の芯折れちゃったよ、これ。めちゃかけねえ。すいません、ちょっと使いなさい。あ、それから先生に職員室行ってくるから、はい、みんなおのおのに書いておくようにね。ちゃんと自習していたよ。サービスだよ、これはね。ダメじゃん、関田ちゃん。絵が大好きで。そうだろ、絵が好きなんだろ。ちゃんと描いてくださいよ。あ、入ったら忙しくて、本当に。あ、ご苦労。あ、ボス。あ、ちょっと状況を説明してくれ。被害者はこの部屋の住人で白鳥マリア25歳。首を絞められて殺害されてます。なるほど。まだ若いのに、かわいそうだな。ボス、マンションの住人から聞き込みをしてきました。おお、なんか分かったか。エレベーターの前403号室の住人から、ゆうべこの部屋に男が訪ねてくるのを見たという証言がありました。男、はい、何時頃だ。12時頃のようです。12時男、12時頃ですね。どんなですね。50代くらいで勝手ない男だったそうです。50代、はい、部屋はそれで、そこを見られてた。そうですね、何でも訪ねてこういう関係を当たってきました。おう、
何か分かったか。はい、彼女は勤務先の重役と不倫関係にあっています。不倫、はい、でその相手を特定できたの。辻物産住田中一郎50歳です。こいつがちょっと臭くないか。地上が面白いですかね。かもしれないな。どうした。このおじさん変なんです。なんだ君は。なんだ君はってか。そうです、私が変なおじさんです。変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさんと抱くんだ。